長州で天下統一を目指す、アキミロです。はい、続きやっていきます。前回は孫策軍から広州、そして蔡宗を奪い、曹操軍からは徐南を奪い、馬頭軍からは安定を奪い、袁紹軍からは信用を奪い取りました。いや、もう各勢力とガンガン戦っております。今回はもう目先攻めている勝敗、そして生徒ですね、まずこちらを落とすんですけど、まあ同時にね、もう隙があれば馬頭軍袁紹軍もどんどん攻めていこうと思います。では交換矢倉から不遂館に向かって青蘭部隊を出します。自主退却許可にしておきます。これでちょっと不遂館を落としたいですね。生徒を落とせないにしても、これがすごい邪魔なんで。では勝敗を見ていきましょう。お、陳東さん仲間入りで、勝敗から部隊出ましたね。あと宗純さんも仲間入り、袁紹軍と曹操軍から一人ずつ捕虜が仲間になりました。ハコートンが出てきました。わーっと、いきなり粉塵か、来たー、これは痛いぞー。くー、さすがだぜハコートン3651。しかし長領たちだって負けてはいないはずって言いたいけど、今回確か旧機部隊だったかな。わーっと、孫策が長江隊に攻撃仕掛けてきた。粉塵ばっかし、うわー、4123、すえー、長江たち持たないかもしれない。三越に技法が成功です。奏者だ奏者だ、くらえー、生徒に奏者炸裂、どんどんどーん、3203。生徒もいいんですけどね、不遂館なんだ本命は。キシャキシャー、くらえ勝敗、まあ、勝敗もいいんですけど、加工トン隊にも攻撃してほしいな。お、純真も仲間入りです。炎将軍の捕虜ですね。一応青蘭が張り付きはしました。連動だー、これは敵だー、長江隊に対して。これは不遂館からか、城って感じじゃなかったな。ジョナンからちょっと青蘭一番追加で出します。飛車と連射ですね。お、勝敗に向ける。ちょっと今のままでは勝敗落とせない気がします。生徒はちょっと厳しいかもしれませんね。もう長江2400しかない。一応救援2回送ったんですけど、でしかも上から剣閣かなから2万出てきてるんですよね。なんならその上の花房館も3万7000あるんで、ちょっとこれちゃんと準備してやらないと、結局どっかから増援が来て倒せないまま終わる可能性が高いですね。ちょっと益州の孫策軍か、わあ、一回この戦争負けたら攻めるのやめます。もっとちゃんと戦争準備してから攻めます。やるじゃないか。再び勝敗です。いきなり先鋒出た、兵法か、連射だ、旅券さん打ち抜け、1503、いよいよ曹操の年を受春だけにするんだ。さあどっちだ、こっちだ、ゴーランさんの走者、勝敗に炸裂、どん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 、1738。長領がね、走者見て覚えてくれればいいんですけど、育成ポイントでも使えるっちゃ使えるんですけど、なんとなくね、長領は戦場で覚えてくれたらいいなーって思ってます。さあ戦車炸裂、1130。しかし勝敗まだまだ平和ある。連動きたー、これ長江隊終わったかな、いや長州隊に打ってきたか。東州さん強いじゃん、2115。さあどっちだ、汽車だー、勝敗に汽車が直撃、1032。走者だーって、これは孫策隊か、長江生き延びてます。どんどんどーん、2117。頑張ってくれみんな、グワキャッ、加工トンの粉塵です。ドゥエー、強え、
3661。だがまだ兵は残っている。ウキンが長江隊に救援成功。いいねいいね。お、飛車だ。花公園の飛車が勝敗に炸裂。ズドンズドン。2838か。まあでも一応これでね、マウンは残ってない状態になりましたね。勝敗将兵回復しても前行かないはず。来たー、粉塵やめれー、長江隊。いや、孫策がやっぱ強い。4021。くぅ、1人しかいないのに。孫白風。さあ、勝敗にもうちょっと技出せないか。格好トンがな、ほぼ兵減ってないな。よし、来た。奏者だー。ドドドンドドドンドドドン。炸裂。1576。てってん。さらに出る。戦車だー。ほら、加工トン、城の中戻んないと落ちちゃうよ。985。しかし、負傷兵が回復してしまう。今日から黄色の青蘭部隊をちょっともう出しちゃいます。狙いは K です。14000。ちょっと隣の北兵から援軍来る可能性あるので、一緒に粉塵部隊も出します。宋人とかかな。粉塵部隊といったものの、粉塵使えるのは宋人だけかな。宋公も覚えてくれたらいいんですけどね。まあ、粉塵粉刀粉戦でいきます。生徒の方はもうダメですね。後ろから来てる2万の部隊は、不遂艦に入ろうとしてます。これ入ったら、間違いなく後から部隊出てくるんで、もう撤退します。やっぱここは、もっとしっかり準備していかないとダメだ。てか、長江たちもやられてしまう。引き続き勝敗です。ちなみに、曹操軍、末領にも攻撃仕掛けております。もし末領を曹操が取った場合は、こっちももう受信取っちゃおうかなと思います。とりあえず1都市でもね、残ってればいいんで。1060。勝敗あと1074です。表には加工トン部隊いますけどね。噂をすれば加工トンの粉塵でーす。やめてー。くぅ、強えよ強えよ加工トン。さすがだよ。こっちの兵もなくなってしまう。おーっと、連動だー。しかもクリティカル。いってー、セーラン部隊が。いや、強いわマジで。駅州の方の孫策軍。はい、長州軍の勝敗陥落させました。長州軍のじゃない、曹操軍の勝敗を陥落させました。しかし表にまだ部隊が残っております。そして生徒方面、お、文州仲間入りです。一応もう不遂艦から離れることはできましたね。で、長江たちも甲州の方まで逃げ切れそうです。孫策軍が甲州に侵入してきましたって言ってますけど、これ多分長江を追ってきた部隊の話ですね。これですね。命令長江軍。孫策捕まえてもな、君主だから解放するだけなんだよな。そう、今回仮装でやってるから孫策の寿命も長いんですよね。指導、剣閣も、花房館。やっぱここ兵がありすぎるな。一都市一都市は大したことないように見えて、総合力が高いから、しばらく攻めるの我慢します。この交換とかにもっとね、兵を集めましょう。勝敗の負傷兵は2836ですね。これが全部回復すれば、可否から攻められる心配もないかな。ちょっと、序南から出してたセーラン部隊も受信に向けちゃいます。現在末領こんな感じで、まあ、ほぼ 100% は言い過ぎかな。セーラン部隊とかないんであれですけど、 90% 以上は落とすと思うんですよね。まあ多分大丈夫でしょう。末領思ったより手こずってるみたいですね。これ早く行きすぎると曹操軍滅亡になっちゃうんで、しかも加工トンとも鉢合わせしそうなんで、一回ちょっと勝敗に入れちゃおうと思います。もう長領とか序南に移動してあるんで、5万4000兵があるんで、
末了もう落ちるなーっていうのが確定したら、ちょっと序南から呪春攻めたいと思います。生徒から出てた孫策、長江を追わずに帰ってきましたね。とりあえず攻守交換は大丈夫と言いたいんですけど、実は下から攻めてきてます。まあ12500なんでね、これは攻守に戻ってきた長江たちで突撃部隊で出せば大丈夫だと思います。はい、孟海さん仲間入りです。そして K、 ちょっと先に歩兵部隊がついちゃいましたね。セーラーはまだちょい時間かかります。では長領たちのセーラン部隊を序南から2万5000で出します。狙いは呪春です。行ってきて、末了、壁が赤いですし兵数3100なんでもう落ちると思います。では広州から長江の奉仕突撃突進突破部隊出します。狙いは県内から来てるこちらの部隊です。ちょっと出陣タイミングは3日後にずらしましょうか。では K の戦いです。双剣投与失敗、はよセーラーついて。右から援軍が来てくれてたらいいんですけどね。今何匹からも攻めたいと思ってるんですよ。しかしその前に落ちちゃうかな。アキミロたちのセーランが火を吹きました。3連射3196、連射の威力じゃない恐ろしい。おお、アキミロ隊が交戦状態に突入。デン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 、炎症ごめんね、どんどん追い詰めてるよ。あ、右下から見える。おっと、これは甲州付近ですね。顔料 VS 後半さん、これは負けませんよ。こっち95ですからね。貯金さあドン、バシコーン、そして顔料の必殺終了。うわー、再び信用です。お、いきなり突撃です。これは甲州ですね。ご飯さんに突撃、3774。まあ、ご飯は大丈夫ですね。長江たち言うて突撃部隊で出してるんでね、負けることはないです。そして超人さんの連動炸裂2593。そういえば祭りをもう曹操軍がねゲットしてましたね。そして長江の突撃、ご飯、こんなに突撃ばっかされてたら嫌になるでしょういやー、さっきまではね孫策が粉塵で怖かったんですけど、今はこっちの方が孫策軍に恐怖を与えてるんじゃないでしょうか。さらに突撃、ご飯、3回も突撃を食らっております。一騎打ち負けて士気も下がってますからね。将兵はもらう、応戦しろーって。右下の1万入ってくんないかな。あれが入ってくれたら負傷兵結構多めにもらえるんですよね。いや普通に入りそうだな、まだ6000あるし。甲州の方はもうご飯隊殲滅してましたね。オッケー、序南から青蘭部隊1万追加で出します。狙いは呪春です。まあ出さなくても大丈夫だと思うんですけどね。一応1万500が末了から来てるんで。再び K の戦いでーす。イクミルナー投与失敗、一応両部隊に救援送ってます。走者だー、これは呪春か、つらえー。曹操軍、これで末了の一年になるはず。ただ末了はなー、ちょっと川をまたいでるから他の勢力と戦ってくれるか怪しいんですよね。まあ、一応隣に孫策軍の会計とか語があるんですけど。さあ救援成功、両方成功。さあ3回送ってたのか、2回と1回か。そして再び呪春に来ちゃー、1153。ダガダンダガダン、頑張れー。でもまだ1万以上あるな。1万690、
奏者だー。ジュシュンの方がね張り切ってますね。皆さん兵法をいっぱい出してくれる。2485、どうしたっけ。アキミノたちよ、連射を払ってくれ。全然兵法でね、兵を見ようと思ったんですけど、もうジュシュ終わっちゃいそうなんで先にこっち見ていきますって言ってたら、今度は兵に技が。なんかやっぱプレイヤーがね見てない方が兵法出やすい説あるんじゃないでしょうか。これ結構あるんですよね。さあジュシュ、たとえ兵法出なくてももう終わりです。右下から来てる部隊は間に合いません。はい、長州軍が自信を陥落させました。曹操軍残る年は末領のみ。まあ、わざと生かしておきます。そして徐行がセーラー1を習得です。で改めて計見ましょう。7080。さあ頑張って落としてくれ。あきみのの連射だ。どう、そろそろ秋美濃もな、連動覚えられないかな。まだあの右上矢印出てなかったんですよね、連動は。どん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 、右下から援軍来ないですね。ジュシュンの負傷兵は5179でした。まあまあですかね。ちょっとちゃんと戦闘見てなかったんで、どれくらい減ってたかよくわかんないんですよね。で末領は3万で、1万1万の2万が増えるんで5万ってとこですかね。会計も5も1万も減らないんでね、曹操軍に飲まれちゃうかもしれませんね。再び K の戦いに戻ります。そしてご飯さんが仲間入りです。 OK。 そして右下から輸送部隊っていうか、まあ進軍してきてる部隊がありますね。あの1万が入る前に決着ついちゃうかな。できれば入ってほしいんだけどな。1672、あと2324。さらに連動、これは1万入る前に終わるな。どん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 、2137、兵士がいなくなりました。ドゥドゥ、長州軍が兵を陥落させました。バッチリ。お、シュチさん仲間りです。曹操軍から裏切りですね。なんとまた炎章捕まえちゃいました。もう何回目だ。敵に情けをかけようとはって、もう本当はかけたくないんですけどね。ウガンが動くやもしれませんって、ついにねウガンの射程内に入っちゃいました。39万。そう、この北兵行きたいんですよね。この1万が入っちゃうと2万か。まあ、ちょっと K の負傷兵が全部回復したらもう行っちゃいましょう。1万5000か、まあ、合計すれば3万2000ぐらいか兵があるんでね、もうそれを持って一気に北兵行っちゃいます。孫策軍右側もう会計とか5とか1万未満で弱いって言ってたんですけど、さりげなくちょっとより7万ぐらい、いや約8万ですね、8万ぐらい兵あるんですよね。これ使えば全然曹操の末領を取り返せるんじゃないかって気がするんですけど、動かなそうだなー。てか攻めてくるとしたらこっちの呪春とかに来そうな気がする。王陵さん仲間入りでーす。はい、曹丕仲間入りでーす。はい、王門さん仲間入りでーす。現在さりげなく三越軍と戦っております。そして風春さんも仲間入り。これで捕虜全員仲間にしましたね。K から秋見ろたちの青鸞3万を出します。もう東洋とかも終わったんで、右岸に狙われても構いませんということで、北兵に出発。一番怖いのはね、この部隊に対して右岸が出てくることなんですけどね。北兵行くまでに邪魔されないといいな。南皮から陸遜の水攻部隊出します。目的地は北兵です。おそらく部隊出してくると思うので、そちらを倒します。まだ君らたちはここで全然遠いですけど。さらに露宿の2万5000の青鸞部隊も北兵に向けちゃいます。行ってきて。さあ北兵の戦いが始まります。敵1万7000の部隊出してきました。なんか右上から4000も来てますね。
さあ、ゾウハザの突破だ、陸層も突破だ、くらえ、どん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 、2560、突撃に比べれば弱いですけど、十分十分、頑張れー、ミダノシュー、プシュー、突撃だ、突撃だ、来たー、ダダダン、ダダダン、ダダダン、強ーい、5265、さっきの突破と合わせて一気に兵を減らしました。もうあと7413しかないです。わーっと混乱してきた、あー、キビロが混乱しちゃった、くー、唯一の弱点、それは頭がそこまで良くないということです。後ろのセーラーもでもあそこまで来てますね。ロコーに総人とか移動したんですけど、4人で船ローセンにして出します。狙いは曹操の不良ですね。曹操もう海警ゲットしちゃってます。まあ、ここ一応三越の射程範囲内なんですけどね、コンピューターは多分外交して攻められないようにしてると思います。でさらにもう2部隊かな、1万1万で出します。ちょっとさすがにね、ローセン1部隊だけだと厳しい気がするんで、再び北兵です。いきなり突進炸裂、くらえ、炎症、どんどんどん、2382、残りは2900、そして秋美濃の連射、涼花さんの2連射です。炎症に直撃、どんどんどん、2492、残りは500ぐらい、108、はい、壊滅、いや、殲滅はい、残るは北兵都市約1万ぐらい、後ろからセーラー2万5000も来てますからね。この戦はもらった、えほえほ、秋見ろー、アキビロはさっき連射出したから、他の人、他の人、プシューン、プシューン、出ない。おーっと、長州軍の沈乱がお亡くなりになりました。テイクも、マジか。大島に早々がなってる。お、こっちもついにランクアップか。大将軍の位を授ける。ようやくか。なかなかね。着衣じゃないな、感触が上がらなかったんで嬉しいです。そしてさっきちらっと見えたんですけど、劉備軍じゃなく馬頭軍が安定に攻めてきました。うん、3万7000か、これはちょっとまずいですね。ここは攻めてこないから、武将あんまり強い人、あんまりてか全然武将強い人置いてないんですよ。大至急安定に強い武将を送ります。ちょっと安定から混乱を持ってる2人を出します。他にいないんですよね、歩兵技ゼロで、一応騎兵突破使いですけど、相手超運なんですよ、多分通じないと思うんで、ちょっと砲炎でね、時間稼ぎします。今長領とかを送ったんで、ただ23日なんで間に合うかやし、一応下から1部隊2部隊だったっけな、出しています。早く早くたどり着いてくれ。とりあえず今回は北兵を見ていきましょう。で、後ろから来てたセーランは右上のなんか陣みたいのがあったんで、そっちに向けました。もう戦わなくてもいけるでしょう。おっと、技法かかった、キビロ、マジか、やってくれるわ。ここで、あー、もう走者来た、安定直撃、マジか、砲炎部隊どうした、足止めしてくれ。奥兵に矢は飛ばないか、くー、アキミロの技法が解けないとまずい、突破だーって、これもう、わー、トーカさんもうやられたかもしれない、5000しか持たせてないのに3300にって、超運隊強っ。いやー、北兵持たせないわ、ボコられるわ、最悪ですわ。
再び北兵です。まずはここを落としちゃいましょう。それから安定です。いけいけ、打ち抜け、よし来た。連射よ、連射だ、さらに連射、連射3連鎖、しかも経過させた、くらえ。3422、これはもう落ちたか。いや1268残ってる。587、さあ終了か。来ました、長州軍が北兵を陥落させました。 OK、 あとはここですね。まあそれは置いといて安定側見ていきましょう。くー、なんとか舞台も近づいてきた。もう内戦は下がってるけど仕方ない。結構頑張ってあげてたのに。よし、混乱炸裂、よし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 、長雲混乱状態。705ってなんだ、救援した覚えなんてないんですけど。また兵士を捕まえた。もう解放兵士何回目だよ。馬頭軍が領内侵入、また追加できたか。どこだ、12500、マジか。ちょっとまだ長領とかは届いてないか、立とかは来たけど、あんま兵出しすぎちゃうと長領とかが次のターン到着した時に出せる兵がなくなっちゃうんで、ここは我慢しよう。徴兵だ、それなりにね、徴兵できるかなと思ったら4500しかない。くー、まあ仕方ない。おっと、ウガンが攻めてきた。これはどっちだ、 K かそれとも北兵か。そして離間隊三越に突破です。さりげに民族で経験値は稼げてるんじゃないでしょうか。本当は戦いたくないんですけど。さあ長雲に張り付いたと思ったら、これは両領校だったかな、違う、不良か、不良校だ。曹操軍に矢を放つ。長雲を倒す。後ろから来てるのが来る前に何とかしてくれ。一応次のターン安定に長領たちがたどり着きます。そしたら突撃部隊出せるんですよね。さらに三越に突破だ。利元頑張れ、プシューン、突破だ。効かないだろうな。じゃあ敵だこれ、効いてる、めちゃめちゃ効いてる。どうかさん混乱放ってくんねえかな。シューン、うわー、超運の奏者だ。もう灯火隊持たない。痛い、2125、くー、きつい。終わった、灯火隊が壊滅で、これはあれか、炎章のところの拠点か。軍人だって、ブーン、三越大王が古書自体に粉塵一体。異民族名。おっと、これは技法かで突破だ。聞くか、聞いてくれ。ダメだ、やっぱ長雲勝て。長雲の舞台に騎兵はほぼ通用しないと思った方がいいな。なんだ、総飛隊が基本受けちまった。まずいまずい。はい、ちょっとまだ馬頭軍と戦ったり曹操軍の不良校を攻めたりしてる最中なんですけど、結構長くやってるんで一回ここで区切りたいと思います。次回は曹操軍馬頭軍をメインに戦っていきたいと思います。あとは炎章のこの上兵ですね、ここも落としていきたいと思います。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。また次の動画を見逃さないようチャンネル登録と通知の設定ぜひよろしくお願いします。そして一言でもいいので何か感想いただけると嬉しいのでコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。次で炎章は一年にしてみせる。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。 Twitter では1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。